皆さんどうも、リーシマです。では今回もファイアーエムブレムエコーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はセリカルートですね。まあまずはちょっとこっちの、盗賊が現れた。この砂漠の砦の内部行ってみましょうかね。さて会話していきますか。盗賊の王ギースは抜け目ない男で、土星に賄賂を送り悪事を見逃してもらっていたのです。どうやら海賊の頭ダッハもギースの手下に過ぎなかったとか。ギースの砦にはまださらわれてきた人がいます。中には何年も捕まったままの人もいるそうです。どうか助けてあげてください。助けに行こう。でジェニーは、セレカ様、お城で会った男の子は誰ですか？え、幼馴染？なんだ、セリカ様の恋人なのかなって思っちゃいました。だってとってもお似合いだったから。でもあの人セリカ様と同じ年くらいですよね。私はもっと年上の人がいいな。それで思いっきり甘えさせてもらうの。さてアトラスは、神官様、こんにちは。よそよそしいって。いや、だってよ、あんたみたいにお上品な女と何話していいかわかんねえよ。何でもいい、そんなこと言われたって。そうだ、この間山で切り株に座ってたらよ、虫が一匹這い出てきたんで、なんとなくつっついてみたんだ。そしたらそいつの体中からちっちゃい虫が。え、もういい。そうか、気持ち悪いわ。さて調べていきましょうかね。さてと、これは鋼の槍で飲み水。他はもうないのかな。さてじゃあ移動しますかね。リーンとソニアは手下の中でも飛び抜けて強い二人でね。リーンは腕利きの剣士で誰も寄せつけない一匹狼。ソニアは強力な魔導士でなかなかの美女らしい。噂ではリゲルの人間だったとか。ほうほう、ちょっとじゃあ調べましょうかね。なんかいろいろあるみたいなんで。星肉って今見えたな。あった。で鋼の弓、小麦粉。お、リオン家の盾がある。お、斧。さてそれ以外は何もないみたいですね。さてじゃあそのまま牢獄行ってみましょうか。お、なんか傭兵がいる。いやー、ありがとう、助かったよ。俺はジェシー、ケチな傭兵さ。いやね、ソフィアの港で可愛い女の子を見かけたんだよ。それが奴隷として売られていくって言うじゃない。そりゃ何としても助けてあげなくっちゃって追いかけたらこのざまさ。やっぱり一人でカッコつけようとしちゃいけないね。君たちみんなで旅してるの？楽しそうだね。俺も仲間に入れてくれない？さてじゃあジェシー仲間に入れていきますか。ねえジェシー、この辺には詳しいんでしょ？私たちギースの砦に向かっているんです。案内してもらえないかしら？ギースの砦？やめといた方がいいんじゃないかな。ギースの手下と来たらソフィア中からタチの悪い奴らを集めてるって話だ。君たちだけじゃちょっと厳しいと思うよ。そんな、何か方法はないんですか？
ソフィア解放軍なら何とかしてくれるんじゃない？お城をドゼーから取り戻したんでしょ？やるね。解放軍はリゲル軍を撃つために西の国境へ向かいました。じゃあ無理だちょっとそんな顔しないでよ。女の子にそういう顔されると弱っちゃうんだよな。一つ手がないわけじゃないよ。え、何ですか？ギースの手下のディーンとソニアさ。こいつらはギースに忠誠を誓っているわけじゃない。詳しいことは知らないが、目的があって従ってるって感じだね。あの二人は砂漠の北と南に分かれて、それぞれギースの砦を守っている。なのでどちらかを突破してギースの砦に攻め込んでも、もう片方に後ろから追撃されることはないかもしれない。おいおい、ギースの一味を全滅させるのは無理だけど、ディーンとソニアのどちらか、そして砦のギースたち、それくらいならなんとかできるかもしれないよ。もし追撃されたらどうするんだ？そりゃあ大変なんじゃない？あんたよくそれで傭兵なんてやってるな。お、それは褒め言葉だね。ありがたく受け取っておくよ。まあ君たちの本来の目的はミラの神殿なんだよね。言うなればギースの砦はしなくてもいい人助けってわけだ。行くも行かないもよく考えて決めなよ。いや、多分そこにエストですかね、囚われてると思うんで助けに行かなければならないんですよね。さて他は何もないみたいですね。さてじゃあちょっと一回外に出て、ちょっと身支度を整えましょうかね。そうですね。確か聖なる指輪かな、これをちょっとどうしようかな。ジェニーに、装備させて、あ、天使の指輪にも回復効果があるみたいですね。ちょっと パオラにつけときますか。装備するものがちょっと鉄の剣ぐらいしかないですね。さてどうしようかな、鉄の剣でもいいかな。とりあえず一度ここでセーブしようと思います。あー、やっぱり降りてきたか。さてじゃあちょっと下行きますかね。もう結構このギース軍が加わったことによってだいぶ1200、300近くまで上がりましたね。まあいいか、行きましょう。さて、うわ、敵がたくさんいる。1305。ちょっと厄介ですな。あ、銀貨の袋持ってる。こいつは鋼の盾か。お、魔術師までいる。妖術師か。まあまあなんとかなるでしょう。あの女性たちは？ああ、あれは魔女だな。魔女？俺もよくは知らないが、ドーマ神に魂を生贄として捧げると強大な魔力を得られるらしい。ただ捧げられたやつは抜け殻になっちまうがな。そんな、
なんて恐ろしいことを。だからリゲル帝国は強いのさ。解放軍の連中も大変だろうな。アルム、さあ行きますか。地形効果は多分もうここぐらいしかないので、そうですね、あっちにジェニーを。でちょっとこの敵の数なんでね、魔女と普通の盗賊ですかね、調子ならいいわよ。戦い方をちょっと考えないといけないですね。いつでもどうぞ。準備は万全よ。私に任せてよ。調子いいぜ。俺に任せとけ。うん、任せとけ。さて魔女たちは多分この魔法使い系ですかね。ボーイとかメイで、あとセリカですかね。であとちょっと魔法防御が低いやつらはもう盗賊ですかね、を買ってもらいましょうかね。そうですね、ちょっとここら辺で待機して、ちょっとここは奪われたくないんで、はいはい任せて。ぶっ倒してやるよ。さて弓兵の方が先に仕掛けてきましたね。あ、ちょっと残るな。ここはちょっと一旦耐えてもらいましょうかね。まだアトラスを連れてった方がいいかな。うん、あと1だけダメージが残りましたね。ミラ様、さて倒せるやつはもうどんどん倒していきましょうか。12か、まあどうしようかな、まあいいかな。ちょっと残りましたね。泣けるわけにはいかないの。いつそんなに成長したの。さてこっちを倒しますか。倒せれないな。ただまあ攻撃して体力を減らしておきましょう。お、クリティカル。これでどう？いける。あー、それでも残ったか。オッケーオッケー。義務は果たさないとね。この力が役に立てば嬉しいわ。私も負けられないわね。さて、まあ、唯一セーバーがまだ魔法防御力が高いかな。あとジェシーかな。
まあこんなもんかな。お嬢ちゃんたち、ギースに手を出そうなんてお板が過ぎるわよ。悪く思わないでね。12か。あ、後ろに回られた。これは痛い。さらばレオよ。痛い。もう死んじゃう。ねえ、下がっていい。ごめんね。そうか、こうワープしてくるんですよね、そういえば。私に力を。これでどう？許したくは知らない。うわ、もう一番厄介。1か。やばいですね、ちょっとこっち挟み撃ちにされそうですね。いけるよ。いや待てよ、ここをこう来てサンダーで1残るか。うん、絶好調。ちょっとこの後ろの魔女軍団が厄介ですな。いつでも行けるわ。あんまりやっぱ減らないですね。ちょっと逃げとこう。こっちはどっか逃げないかな。守る強さも必要だわ。さてどうするかな。残る。これは今回ちょっとだいぶ厄介ですね。やってやるよ。ああまだ届かないから大丈夫かな。やっべ。うわ、そうくるか。レオンに続いてセーバーまで。おっと、俺としたことがしくじったな。悪い、撤退するぜ。まだ死にたくはないんでね。なんてこった。さてどうしようかな。手やりか、手やりこいつが持ってたんだ。まだこっちの方がそんなにダメージは食らわないですね。よし、これならいける。クリティカルさえ出なければ。あ、出なければって言った途端に出るんかい。危な。回復した方がいいわよ。よし、
倒しましょう。いけるかな。どいて、よし、いけた。私の命運も尽きたってことかしら。会いたいかれちゃいそう。ただピンチですね。まあなんとかあの攻撃受けた時にリザイアで回復してくれることを祈りましょう。おっと、そっちに来たか。おっと、そっちに攻撃してきたか。あー、1だけ残った。よし、オッケーオッケー。さて、これは多分厳しいですね。戦力差は、あ、なんとか覆したみたいですね。ただまあ依然厳しい状態は続いてますけどね。それ、あんたも運が悪かったね。よしよし、準備は万全よ。さて、これで一人片付けて。私には使命があるの。尊敬しちゃいます。ちょっとしんどいな。そうですね、ちょっとファイヤーで。これオーラは効かないのかな。あー、こっちの HP も危険になるな。じゃあもう倒せる相手を倒しましょう。負けない。えい。今回結構なんか女性陣がクリティカルをよく出してくれますね。あ、うまかった。さてと、誰を回復させるかですね。5か。そう、ちょっとこいつ厄介なんで、こいつ先に倒しますか。60% か、ちょっと厳しいかな。よし、これでパオラでいきましょう。私は生きて帰るの。そいで、そうですね、これで弓兵をちょっと攻撃しますか。さあ、今の状態だったら別に魔女も 1,2,3 体、まあワープしてきて、まあカムイとかアトラス、まあやられてもいいとして、うん、なんとかいけそうですね。とりあえず弓兵倒しておきましょう。よし、 OK。
OK。9か、やっぱりダメージがでかいですね。ちょっとパオラがやばいですね。よしよし、ここまで来たらもうあとはなんとかいけそうな感じですね。お、話ができるというか、こっちから話しかけに行った方がまだいいかな。価値は？調子はどう？パオラ姉様。ええ、問題ないわ。そう、あなたがそういうのなら心配ないわね。それに比べてエストは。そんなの今に始まったことじゃないでしょ。それにしてもバレンシアにまで来る羽目になるなんて、平穏無事にとはなかなかいかないものね。そうね、アカネイアもまだ安定しているとは言えないわ。私たちいつまで戦い続けなきゃいけないのかしら。姉様、さて待機して。今回これミネルヴァは出てくるんですかね。なんか出てこなさそうな感じもしますけど、ちょっと微妙に足りないかな。いや、ここはちょっと回復させましょうかね。ちょっとまあ一旦置いといて、あとは多分普通に攻めてくるやつらをもう倒せばいけるでしょう。おお、結構 8% の確率でよくクリティカル出ますね。さてこいつは上がってこれないか。またあの、ま、セリカは 32% ありますからね、3分の1の確率ぐらいですね。約尊敬しちゃいます。さてあとはもう魔女だけなんで、おっとかわされた。やばい、回復した方がいいんじゃない。丸焦げになる。おお、またクリティカル。お役に立てた。あ、もう全然お役に立ってますよ。これでクリアかな。うう、なんとか終わった。まあセーバーとちょっとレオはやられてしまいましたけど。仲間を失うのは辛いわね。さてセーブして、あ、そっか、ディーンか。撤退、撤退っていうことは、じゃあこっちに戻ったのかな。さてさて、まあなんとか、まあ、クリアはできましたね。じゃあ次回、まあ、こちらアルムの方ですね。まあドゼの砦でまだ行ってないので、そちらの方行ってからローソン、まあ、ここのコンビニちょっと寄ろうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、まあ
たねー。